えー、というわけであのアメリカ副大統領をもちろん離婚したビープの、えー、セカンドシーズンを見たんですけどこれ素晴らしかったですね。ファーストシーズンも素晴らしかったんですけどなんかセカンドシーズンは凄みが出てきてるというかですね途中でその、ま、副大統領があるお祝いの席で替え歌を歌,歌ってその替え歌がちょっとヨーロッパの方を、えー、とバカにしてるみたいなふうに捉えちゃってその直後にフィンランドに。 訪問するっていうのがあって、そのフィンランドでいろんなことがあるんですけど、そのここあたりのシークエンスはもうすごいですね。あのうん、なんかいろんなその結局コメディっていうのは真実を明らかにする鏡だと思うんですよ。だからそのなんていうか実際にアメリカとヨーロッパの人の間にあるある種の文化的な摩擦っていうかその違いっていうかそういうことを背景にして、でもライトハーティーって言ってるかなあのすごいそれを気楽に あの扱っててだけど、えっと、そこでのクラッシュっていうか衝突をちゃんと書いてるっていうところがすごいと思うしうんとやっぱりこの「ビープはは何て言うんですかエピソードからエピソードへのつながりがちゃんと前のエピソードを受けてその大きなトレンドっていうか流れがあるわけですよね。だからファーストシーズンは、えっとそのえっと、クリーンコミッティっていうかなそのクリーンエナジーとかそういうののコミッティの人選をどうするかってことだったと思うんですけどセカンドシーズンはまたちょっと。 そのまあ、大きな流れとしてはその大統領が、えー、再選に出るか出ないのかっていうようなところからそのビープ副大統領の,その政治的野心っていうものが徐々にこうやって盛り上がっていくっていうそこにそのエックスハズバンドってますかね元あの夫さんとのいろんな絡みがあってそのパブリック・リレーションズのディザスターとかそれをどう修復するかとかだからそのリアル・ポリティックスを描きつつあのコメディとしてそれを プレゼンンテーションしてていいくっていう、あのー、でそ,れその深みがツッコみ方の深みがセカンドシーズンはすごくなってるなとであの僕それでその後ロッテン・トマト」とかその評価を見たらやっぱりセカンドシーズンはファーストシーズンに比べてぐんと批評的な評価も上がってるんですよね。これはすごいなとであのなんか「トゥー」ってなんかそのトランジッションのミュージックでね特に最ラストシーンとかで出てくるんですけど。 ちょっとサスペンスがあるんだけどでもちょっとなんか「夕暮れの空」みたいな独特の音楽があるんですけどこのトランディションのミュージックが音楽がとってもとっても効果を上げてて、あのー、そこら辺も素晴らしいなとあとやっぱり僕思うのはその「ジャーナリストの容赦のなさっていうんですかね、まあ、ワシントン・ポスト」さんとかいろんなまあ 新聞ととかがあのモデルになってると思うんですけどやっぱり日本のメディアのあり方とは全く違ってるとかコンフローテーションとかそのジャーナリストもいい仕事をしようとしてして、まあ、副大統領それから副大統領を取り巻く報道官とかそういう人たちとのやり取りがもう完全になんかもう打ち合いというかですねあのプロ同士のなんかボクシングみたいな感じになっててそこら辺の描かれ方も本当に面白くてですねあのアメリカのポリティクスあの政治のプロセスをものすごくリアルに 学ぶ教材としてもビープ優れてるなぁと、えー、やっぱり本当批評的にも、えー、高い評価を受けてるのが納得できる素晴らしい、えー、セカンドシーズンだったなとまあ私も忙しいんですけどついビープの沼にまハっちゃっててサ、えードシーズンフォースシーズンも、えー、楽しみにしてみたいと思いますおすすめですえー、おそらくアマゾンプライムで僕は見てるんですけど他のチャンネルでもやってるとこあると思うんですストリーミングでぜひビープ で今ちょうどアメリカ大統領選挙ですけどピープ見るにはいい季節だと思います。